溢れる涙を暖かな花束にして、朝の光を浴びて、そっと寄り添うのは誰？昨日の悲しみたちのささやきが聞こえてくる。見ず知らずのものに水を与えてくれて、ありがとう返せるものは、ああ何もないけれど、あなたとあなたの周りの大切なものすべてを思います。あふれる涙を温かな花束にして。